こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか愛子様は今も毎日頑張っておられる。天皇皇后両陛下の長女である愛子様は、日本赤十字社に入隊され、日々ご尽力をいただいています。秋篠の宮家の次女である佳子様とは対照的に、淡々と仕事に来るだけで、大学卒業以来目立った実績はありません。 記事によると、愛子様は働きすぎて体調を崩されたという、彼女は午後8時まで一生懸命働き、週5日働いています。愛子様の極めて熱心な勤務姿勢は、同僚や王室関係者からも高く評価されています。そのため、紀子様はご心配をおかけしております。過去様と愛子様のあまりの違いに、世論は過去様の怠惰、怠だ、 お批判し続けています。朝9時前、愛子様が乗られたワンボックスカーが静かに、地下駐車場に入っていきます。4月1日月曜日に初出勤されて以降、愛子様は5日金曜日まで毎日出社を続けられていたのだ。愛子様はボランティアの育成や研修などを行っております。青少年、ボランティアか、レてーの食卓職員としての勤務を始められました。 ご公務がない限り出社されるということは理解できるつもりです。が、これほどしっかり出社されると思わなかったが、正直な気持ちです。そのためくない町内でも、愛子様は3日は祭祀を優先されるのではないか、と囁かれていたのです。出社し、18時に退社されましたのです。しっかり研修を受けて早く職場に見たいという。 愛子様の日籍勤務への強い覚悟が感じられました。日籍はおよそ8時間勤務とされているというが、入社3日目から愛子様はすでに残業までされているご成勤ぶりなのだ。かつて愛子様と同じ、青少年、ボランティ、赤、に来られていた三笠三宅の陽子様は、インタビューで会社員生活について次のように語られている。青少年、 ボランティア科で働いていた頃は、土日に仕事をしたこともあります。この配備では、児童、生徒が赤十字の精神に基づいて、健康、安全、前提、国際理解、親善を実践する青少年赤十字活動の普及に取り組んで、文芸春秋、09年12月号、どれも愛子様も休日を返上されることがあるには違いない。 猛烈社員、始められた愛子さまですが、仕事への真摯なご姿勢は、雅子様さま譲り、紀子さまは現状を大変憂慮され、対策を講じられている。愛子さまの努力は国民に認められ、ニュースサイトのコメント欄には賞賛の声が殺到した。最近よく愛子さまの記事を目にするので嬉しい限りです。 国民に寄り添われることを第一にお考えになられるのはありがたいですが、ご自分のお体もお気をつけてくださいませ。若いからと油断せず無理のない範囲の頑張りで十分ですし、愛子様のお気持ちは十分届いております。愛子様が留学もせず就職という道に進まれた覚悟と強い意志を感じます。 日頃から国民に寄り添い苦楽を共にし困難な道を歩まれている人の力になりたいという愛子さまの深いお心が素晴らしいです。新しい環境で初めてのことばかりな毎日はたくさんの人に支えられ教えてもらう日々でしょう。お疲れになることもあるでしょうが愛子さまなら周りの方々とすぐに打ち解けられすぐに戦力になること間違いないと思います。 愛子様の目指す道が素晴らしいものでありますようまたやりがいのあるお仕事に幸せを感じ精力的にご活躍されますよう応援しております。だから、愛子内親王への過剰な注目を阻止するため、紀子妃は異例の人事を発令した4月1日に発足した区内庁の新しい職員は、秋篠宮家の広報戦士として、 皇室のイメージ回復を図る4月1日付の宮内庁人事で、秋篠宮家にとって大きな戦力強化につながる人材が事務方に加わりました。宮内庁の報道体制を担う報道室に長年席を置いていた K さんが新たに皇私職休務官に就いたのです。K さんは一般職で採用されたいわゆる宮内庁プロパー。 メディア各社の記者からも評判が良く、報道対応にかけては苦内調水一と言われています。また物静かで人当たりも柔らかく、すでに公私職幹部や職員とも良好な人間関係を築いています。しかしケイさんを起用した人事に、波紋が広がっているのです。ケイ氏の入社による新たな風。近年、国民からの支持と愛を受け、 愛子内親王殿下は、宣布と称されるほどの人気を博しています。中には、愛子内親王殿下の方が皇太子よりも皇位にふさわしい、という意見も見られます。情報筋によると、紀子妃殿下はこの状況に脅威を感じている可能性があります。慶イ氏が皇室長に入庁したことで、紀子妃殿下は、将来の皇室にふさわしいイメージを築くチャンス、 と捉えた可能性があります。だが静岡福祉大学名誉教授の小田部雄二さんは、発信のあり方以前の問題、とし、こう続ける。そもそも秋篠宮ご夫妻が、講師家として将来の皇室をどのように築こうとされているのかといった展望が不明瞭なまま、目先の問題解決に追われていては、国民の敬愛を得ることは難しいでしょう。 講師家としての理念や哲学、なさ利用が見えない発信であれば、情報量が増えたとしても意味はありません。まして、国民から天皇ご一家と競うようなお姿に見えてしまっては、かえって逆効果だと思います。異例の引き抜きで、凄腕スポークスマン、お講師職に加えられた紀子様、この人事が、吹き続ける逆風を止める一手となるのか、 このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。本当は分かってたのでは自分の子供たちと高嶋や愛子様との、さ、に、学力や品性では叶なわなくてもどこかに長所はあるわけだから、そこを伸ばすようにしてあげられてたらまた違ったでしょうに。それなのに、自由、 大門字たがために本当に好き勝手して、親も好き勝手してるから強くいさめることもできず、皇族としては生きずでも特権だけは話さない。人が変わってもキコさんの思うように動かないと、発言しないと、いつまた変わるかわからない。秋篠の宮家に仕えてる皆さん、お疲れ様です。一家が天皇の血が一滴も流れていない安西高之さんの子孫一家と、 国民にバレてしまった、キツネコがなこうがわめこうが、盲導にもならない。一家は皇室から出ていくしかない。皇室、天皇と皇族、は、天皇の落ち筋で受け継がれています。安在高行さんがどれだけの力をお持ちであっても、その子孫は皇族ではない。それが判明しながら、国がこのまま皇族と認めたり、 一家の三宅存続は皇室の終焉を意味します。財力で一般人一家が皇族になれるような皇室は、何の存在価値もない。国民の情報発信力が大きくなった現代において、天皇制が存続するためには皇位継承者が国民統合の象徴としてふさわしい方でないと厳しいですね。表面的な情報発信などすれば国民に見透かされて逆に大炎上するのがオチです。 また、皇位の継承は直系継承が基本であります。国民が天皇を意識するようになった明治以降はすべて直系継承です。国民は直系継承しか知らないというのが現実です。それに加えて男女平等の世の中で、国民は直系の年の宮様の継承を望むに決まっております。冒系継承にはとても耐えられないでしょう。さらに言えば、 都市の宮様は好意継承者にふさわしい方にお育ちになりました。国民の支持が爆発的に盛り上がるのは当然すぎる結果です。性差別主義丸出しの皇室転半を改めるなら、都市の宮様の人気に頼れる今しかチャンスはないと思います。政治家も役人も都市の宮様におすがりするのが正解だと思います。国民は都市の宮様の即位を可能にする政党に投票したいのです。 国民が求めているのは、年の宮様に婿殿、天皇家に婿養子を迎えて、年の宮様が継承者になることです。ただ、昨今、先夫とも言えるほど愛子様のご聖望や人気が高まっています。久人様よりも愛子様が天皇にふさわしい、という声すら上がっている現状があり、貴子様も脅威に感じられているご様子だと聞きます。 ケイさんは孔子職に加わったことで、キコ様も、これで将来の天皇家にふさわしいイメージを知らしめることができると考えられているのではないでしょうか。イメージが悪かったけど、実は、って話は、よくあります。芸能人で悪役ばかりやっている人やキャラで悪い人、グッている人などはカメラがないところでは、とても礼儀正しくて良い人、ってことが多々あります。 もちろん、その逆も、エイミー焼けの場合どうでしょうかイメージも何も、そのまんま、見たまんま、では、イメージを変えるのではなく、エイミー焼けの方々が今までの行いを反省して生まれ変わるぐらい一生懸命やらなくては国民から信頼されませんよ。小手先のイメージ戦略では、すぐにメッキが剥がれてしまいます。毎回、爪が甘い。 もうね、イメージ戦略で立て直せるような時期はとっくに過ぎました。他人任せにしているところがダメなんです。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。